ハイネリアは、約3億6千万年前のデボン紀の北、アメリカに生息した大型の肉食性淡水魚である。甲骨魚類肉絆に属する。俗名である、ハイネリアは、最初の化石が発見された近辺の、アメリカが州国ペンシルバニア州、ハイナー村にちなんでいる。H リンでの種小名は、この魚を記載したケーススチュワート・トムソンの妻の名を、とって名付けられた。 最初の化石はアメリカ合衆国ペンシルバニア州の2つの地域で発見されており、ノースベント村とハイナー村の間で1つ、エンポリアムで1つ発見された。標本は避けた頭骨の破片と肩甲骨の断片から構成されている。これらの化石はデボン気候機のレッドヒルシェールのキャッツキル層で発見された。これは新規参入した化石収集家が 新たに豊富な化石を発見した1993年までに知られている唯一の例である。ハイネリアはレッドヒルシェールで発見された最大にして最も一般的な肉肝の魚類とされている。全長は2.5から3.7メートルと推定されている。頭骨には重厚な皮骨があり、下顎は長く浅く、葉は丈夫だった。 最大5 1センチメートルに達する牙を前上蛇骨が形成していた。体は鱗で覆われており、その大きさは長さ5センチメートルで幅6センチメートルに達した。生息していた淡水環境は濁って視界が悪くなっていたと推測されており、獲物の発見をしやすくするためタイガを生息域にしていたとされている。ありがとうございます。